ドクターフェロー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 医者が来る医者が来る注射は嫌いだけしてね、痛くしないで小さめにしてお願いだから、ああああ医者が来た。ガー Vermilion Pleasure Night。テキパキとしなさい。もやしも運んでや。いない。みさこ、ホットプレート温めてや。ゆっちゃんが大変。あんた慌てんときや、もうこの子は。落ちたぜ。お姉ちゃん、やってるわ。拾って、拾って。はい、お姉ちゃん。ありがとう。焼きそば、おいしい。できた。
なあ。お前や、ほっぺたが落ちるわ。お母さん、顎を落としてどないすんのな。食後のコーヒー、おいしいだ。お母さん、今日のは上手にできたな。うん、できた。ほな、出かけてくるわ。あマイキー、まだ起きてこないわ。このままだと完全に学校遅刻するわ。そうだ、マイキーは寝坊しているんだ。しかし私たちが起こしてはいけない。マイキーは自分の力で起きるべきなんだ。それが我が家のルールだ。でもマイキーを遅刻させると内申書に響くわ。それはとても耐えられないことよ。内申書に響いたとしても、それは結局すべてマイキーの責任なんだ。それが受験戦争だ。やっと起きたのね、マイキー。早くご飯食べなさい。5分以内に食べないと完全に遅刻してしまうわ。そうだマイキー、遅刻しないために朝食を5分以内で食べるんだ。パパが5分間測ってやろう。今日は僕あんまり食欲ないよ。ダメ、食べなさい。朝食を取らない子供はママの子じゃありません。マイキー、朝食を取らないとお前はママの子でもなくなるし、同時に誰の子でもなくなってしまうんだ。わかったよ。今日は僕全然食欲ないけど無理して食べるよ。それでこそママの息子よ。それでこそパパの息子だ。ママ、僕朝ごはんきれいに食べたけどとても気分が悪いから今日は学校休むね。ダメよ、学校休むなんてママ許しません。そうだマイキー、学校休むということは朝ごはんを食べないことよりも100倍悪いことなんだ。罪の意識に目覚めるんだマイキー。病気のふりをしてもダメよマイキー。そうだ、お前が病気のふりをすればするほどお前の罪は重たくなる。マイキー、いい加減にしなさい。マイキー、いい加減早く学校行きなさい。僕本当に気分が悪いんだよ。ママを本気で怒らさないうちに学校へ行くんだマイキー。それじゃあママ、とても気分が悪いけど学校行ってくるよ。気分が悪いかどうかはママ知らないけど、学校行くことはとてもいいことよ。そうだマイキー、ママの怒りを鎮める唯一の方法は今のお前には学校へ行くことしか残されていない。でもやっぱり休むよマイキー。今日はいつものマイキーじゃなかったみたい。少し反抗的だったわ。子供は親に反抗して大人になる。これからも戦いは続くぞ。これからどんどん難しくなるのね。あら、あなたは会社行かないの？今日は休みたい気分なんだ。そういう時にケベを使えるのがサラリーマンなんだ。じゃあママも今日は休ませてもらうわ。でも私たちは自分の都合で休んだりくつろいだりできるからいいわね。そういうこと。それが大人というものなんだ。
しかし、よろしくね。私はいつの日かとても素敵な男性が現れて結婚して、それから人間になれることを夢見てるの。ルーシーもきっと同じ夢を見てるに違いないわ。だからルーシーを呼ぶわ。ルーシー、ルーシー、はーい、私ルーシー、よろしくね。ルーシー、あなたの夢は何？バーン。ふざけないでルーシー、今日私とてもシビアなの。私の夢はね、いつの日かとても素敵な男性が現れて結婚して、それから人間になれることなの。やっぱりそうなのね、ルーシー、偉いわ。あたしと同じね。あなたもそうだったの？じゃあ歌いましょう。そうね、歌いましょう。いつか人間になりたいわ、そのように夢を見てるわ、とっても素敵な人が現れて、そのうち結婚するわ。上手ね、ルーシー。イエイイエイ、本当？あなたもよ、キャッシー。いつか人間になりたいわ、そのように夢を見てるわ、とっても素敵な人が現れて、そのうち結婚するわ。人形のルーシー。
番はミッドナイトクッキングの時間です。今日のメニューは目隠しでフライ、しかも手錠付き。美味しく仕上げるためには油の質が大事です。いいものを厳選してくださいね。選ぶ基準は匂い。早速匂ってみましょう。ん、脂っこい。次、行ってみましょうね。これですね、油は。料理続けましょうね。これいらない。ぐぐ。上に小麦粉を混ぜ合わせます。あった。次に卵を混ぜ合わせます。パン粉を混ぜ合わせたら油に入れて、そう、この音よーく聞いてくださいね。出来上がりは音が変化しますからね。タイミングを逃したら一巻の終わりです。目が覚めました。マイキー、まだ起きてこないわ。このままだと完全に学校遅刻するわ。そうだ、マイキーは今日もまた寝坊しているんだ。しかし絶対に私たちが起こしてはいけないぞ。それが我が家のルールだ。
でもマイキーを遅刻させると内申書に響くわ。それはとても耐えられないことよ。内申書のことを考えてマイキーを起こすのは円満な家庭生活とは言えないね。あら、やっと起きたのね。また遅刻よマイキー。早くご飯食べなさい。そうだマイキー、遅刻しないために朝食を2分以内に食べるんだ。黙れ豚ども。俺を誰だと思ってるんだ。もちろんマイキーよ。そうだ、お前はマイキーだ。それは疑いようのない事実だ。お前こそ私たちを誰だと思ってるんだ。黙れ豚野郎。マイキー、パパに向かってそんな口の利き方しちゃいけません。そうだマイキー、パパに向かって豚野郎と言ってはいけない。それが我が家のルールなんだ。俺はマイキーに取り付いた悪魔だ。俺に口答えするとひどい目に遭うぞ。言いたいことは分かったわマイキー。でもとりあえずご飯は食べなさい。そうだ、早くご飯を食べないとお前は本当に遅刻してしまうんだマイキー。俺は飯など食わん。とにかく食べなさい。マイキー、いい加減にしなさい。ご飯を食べてしまった。そしたら早く学校に行きなさい。そうだマイキー、ご飯を食べたらすぐに学校へ行くんだ。お前に残された時間は限りなく少ないぞ。俺はマイキーではない、だから学校にも行かない。あなたが悪魔かママ知らないけど学校には行くのよ。そうだマイキー、仮にお前が悪魔だとしても学校には行くんだ。それが世間体を気にする我が家のルールなんだ。今度はもっとひどいことになるぞ。マイキーは本当に悪魔になってしまったのね。だからそうだと言ってるだろこのメス豚。マイキー、お前はきっと後悔することになるぞ。黙れ白豚。じゃああれをするしか仕方ないわね。そうだ、悪魔払いだ。ママ僕マイキーだよ、だから変なことしないで。黙れ悪魔。今すぐマイキーの体からお前を追い出してやる。やめてよ、全部嘘だよ、僕悪魔なんかじゃないよ、やめてよ。なんだかとても悪い夢を見てしまったぞ。ねえママ、僕とっても変な夢を見ちゃったよ。ママ、パパ。黙れ豚野郎。私はパパではない、だから会社には行かないぞ。明日の太陽系のお天気は全般的に無です。木星は砂嵐でしょう。冥王星は雪。太陽の予想最低気温は昨日と同じで表面が6000度。また太陽系ではすごい引力を持ったくっつきがくっついてきますので、皆様くっつきにはくれぐれもご注意ください。くっつき情報です。やっぱ寒くなったら鳥鍋やね。鳥鍋の鳥ってどんな鳥やの。まさかチリ鳥やないやろね。鳥鍋言うたらカシワやね。カシワってどんな鳥やの。カシワ鳥かいな。カシワ言うたらトサカが生えて羽バタバタ刺してコイコッコーイと卵ポーンとんで、それがまた帰ってトサカが生えて羽バタバタ刺してコイコッコーイと卵ポーンとんで。君ね、5つの子供にもの言うてるんやないで。この30過ぎの男にそんなものの言い方あるかい。君のとこが30過ぎやろ。そんな君やろ、まだ30過ぎとらんか。青かいなと厚かまし。みんな元気。
星雲で繁殖していることが分かりました。このアメーバに触れると腹部に激痛が走り、30秒ごとに嘔吐感が現れ、体中の全ての関節が外れると同時に体の水分の約 80% が蒸発するという恐ろしい症状が起こります。また、一度感染してしまったら回復後も3日に1度は金縛りに遭います。なお、このアメーバは隕石に付着して外の惑星に広がっている模様ですので、くれぐれも小惑星群への突入にはご注意ください。臨時ニュースでした。
パパ。あんた、昨日何に帰ってきたんや？姉ちゃん、マヨネーズ取って。よしこ、お母さん聞いてるやろ。お母さんもうやめたいやな。よしこもいろいろあるやんな。みさこ、お母さんはな、怒ってんのとちゃうね。いやー、わかってんね。ただな、このマンションよる怖いやろ。この前、804号室のちいちゃん、エレベーターで鍵を貼った。知ってるやろ。なんぼとても携帯で電話してくれたら、下まで迎えに行くやんか。昨日下から電話したけど、話しゅうやった。お母さん、帰ってきてや。帰って。ガッチー。あ、そうや、あんたらお父さんの一周期どうかね、ええか。わからん。わからん。わからんってなんや。お母さんが決めてくれな。そんなん分かれへんわ。分かれへん。そうか。とりあえず坊さんの予定お寺に聞いてみんや。そうか。ほら、ふうふうわ。お姉ちゃん、この前貸した服、あれなんか臭。ごめん、焼肉行ってん。もうやめてーな、もう。今何分？多分23分。化粧せなー。
だ、長い風呂やな。お母さんいちいちうるさいわ。お母さん最近うるさいわ。お前ら親を大事にするのか。ダメやんか。お姉ちゃんもやめとき。あんたら今日は母の日や。覚えてんのか。え、忘れてた。私覚えてた。これ何？カーネーション。なんでいっぱいや。気分からんことすんな。これ何や？ホラー映画やわ。自然のなんとかいうやつ。最近お母さん同じこと何回も言うな。めら親をないがしろにすんのか。
はなんかとてもいいことがありそうだぞ。ママおはよう。とても天気がいいね。あれ？ママがいないや。どこに行ったんだろう。パパおはよう。とてもいい天気だよ。あれ？パパもいないぞ。おかしいな。急に引っ越すことになってしまったわ。引っ越しとは昔からそういうものなんだ。それが引っ越しなんだ。せっかく日本にも慣れてきたところだったのに。慣れ合いになってはいけないな。人生には緊張感が大事だから。マイキーもたくさん友達ができたみたいよ。私だってたくさん友達ができたぞ。あら、あなたマイキーが乗ってないわ。そうだママ、マイキーは乗っていない。マイキーを乗せるのをつい忘れてしまったのね。それも引っ越しってものなんだ。家に戻ったのにマイキーはどこにもいないわ。これじゃあせっかく家に戻った意味がないぞ。家に戻るのにどれほどの時間がかかったことか。一刻も早くこの家から出て行きたいな。パパ、ママ、帰ってきたんだね。あら、マイキー、なんてことでしょう。しばらく見ない間にすっかりたくましくなってしまったわ。そうだな、子供は知らない間に大きくなってしまうものなんだ。紹介するよ、僕の彼女。はじめまして、ジェニファーです。マイキー、お前も隅に置けないな。ママとてもショックだわ。マイキー、可愛い彼女じゃないか。ママと交換しないか。もう子供もいるよ、ほら。まあ、やったぞマイキー、お前もとことん隅に置けないな。ママ、僕たち日本から引っ越していくんだね。そうよマイキー、私たちは日本から引っ越していくのよ。そうだ、これからはもう日本人として生きていかなくて済むんだ。Thank you.
Yeah.